ライブだったと言えるライブにしましょう、はい、はい、せーの、ダンサレゴの。この手の皆さん、はじめまして。今日はうちのスタッフのOD のマスちゃんも北海道出身ということで、今日気合が入っております。マス盛り上がってますか？この私がツアーリーダーをやってるこのツアーが終わってしまうということで、なんかすごく感慨深いし、3ヶ月4ヶ月で33本のツアーをやって、周りの人からやばいね、めっちゃライブやるじゃんって言われるけど、うちらの体感的にはこうライブしてない日の方が、あれ、なんか今週ライブしてないやばいみたいな、なんかこう体がなまっちゃうねぐらいの、本当になんかライブバンドだなとつくづく感じる4ヶ月でした。このツアーを回ってる間に大好きな青春のバンドチャットモンチーが解散してしまい、大好きな青春バンドエルレガーデンが復活し、いろんな気持ちが
あって、うちらもいつ終わるかわからないし、本当にいつ何があるかわからないなという気持ちがすごくありますね。え、安室奈美恵さんも引退してしまうじゃない。みんなだってそんなこと思ったこともないと思うんですよ。でもそのいつ終わりが来るかわからないなっていうのを本当に常々思ってます。でそれはずっと私がこのツアー始まる時から言ってて、もう最初にソールドアウトしなかった場所にはもう行けませんっていうツイートをしたんですけど、なんかそしたらなんかそうやって人を来させようとする作戦は良くないと思いますっていうツイートがめちゃめちゃ来て、あ、確かにそう聞こえてしまうなと思ってさ、なんかそういう、なんだろうな、それは確かに極端な言い方だったかもしれないけど、こうやってこの豊洲ピット 2days でライブができていることは、結成当時の私たちには決して想像もできなかったことなので、今日来てくれた皆さんに本当に本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。バンドというのは特にテレビに出てないと、あのバンド最近見ないよねとか、主題歌やってたけど最近やってないよねとか、実はその間にライブツアー回ってたりとかさ、まあ、多分それはあの女優さんとかもそうで、あのドラマ出てないけど今舞台やってるとかさ、なんかそういう感じだと思うんですよ。特にこの音楽業界っていうのは暇はしてないと思うんですね。あの今そんなにテレビとか出てない人とかも、うちらももちろんそうだし、常に常に新しい曲を作って新しい楽しいことを考えてます。だからあのこのツアーが終わってしまうけれども、私たちはこの続いてることに毎日毎日感謝して、本当にありがたいことなんだなと日々痛感しているので、来年も再来年もみんなと一緒に同じく年を取って楽しいバンドライフが続けばいいなと思っています。これからも皆さんよろしくお願いします。ありがとう。本当に奇跡だと思うよ、バンドが続くのは。ねえね、だから本当にひなが言ったように、うちのあるの憧れのね先輩たちも解散してしまったりとか、青春がこう終わっちゃったんじゃないかなって思ったりもするけど、なんか一時の青春じゃなくて、みんなにとっての永遠の青春になれるようにもっともっと頑張っていきたいと思います。ラストスパート、スクリコまれてゆく歪んだ
ス限定。あっという間に豊洲来たって感じです。横浜で初めてこう披露する曲が多かったんですけど、アルバム曲は。でもこうやっぱりツアーを重ねるごとにこうライブの中で曲がすごい育ってきたなっていうのがありますね。なんかでもライブ何回も見に来てる場所なので楽しみですね。今日はなんかリラックスしてできます。もう31本やってきたんで大丈夫です。よろしくお願いします。思いっきりさ、背中叩いてよ。重いね。来ないんかに。はい、あ、今ちょっと違った違った。中の毛ぐらいでやって。中の毛だよ。じゃあ気持ち込めてね。グーだ。え、行くよって言って。せーの。ああ、今の中の毛？あ、ごめん、普通にちょっと。よ、ちゃんと気持ち込めてね。気持ち込めて。せーの。うわー。大丈夫なの？せーの。ああ。抜けた。ということで今日は最後まで集中して楽しんでいきましょうと思ってます、うん、よっよっ頑張る。マジで本当頑張る。マジ打ち上げもあるし、やばい。本当頑張るぞ。頑張ります。せーの、頑張る。せーの、頑張る。波ということでウェーブをしましょう。じゃあサイサイちゃんからでいい？前こうやって、うん、え、横じゃないでしょ、うん、待って、こっちでしょ。うちらだけで終わっちゃうじゃん。こうしたら前からヘイって声出しながら、あ、前チョレイでやったよね。チョレイでやったわ。チョレイって言ってみんなでやったんだよ。やろ。いいね。Okay? こうやる手をさ、こうやって上げる前にちょっと若干膝をこうかがめてからこうやるとすごいいいと思う。確かに。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。できる範囲で。いけますか？え、奥まで行ったら戻ってくる？戻ってこよう。戻ってきてみよう。うん、いける？え、うん、一番後ろのみんなの加減で戻ってきて。頑張って。いきますよ。チョレイの準備はいいですか？チョレイで行くの。全力チョレイ。やっぱ気合が入るからね、うん、せーの、チョレイ。あー、帰ってきて。いやいやいや、関係者の方もできれば。あー、やってくれてる。すごい。
豊洲のチョレイは最高ですね。ナイスチョレイでした。高まりました、ありがとうございます。はい、というわけでですね、本日10時からアベマ TV で放送される年下男子と女子私の年下王子様、あ、そう、私の年下王子様のエンディングテーマになっている曲を次やりたいと思います。うわぁ、ちょっとミスったわ。年下男子と私女子私になっちゃった。はい、あの今日10時からやります。はい、その新曲というのもこの間リリースしました ナインティーサマーノートという曲です。曲です。はい、皆さんゲットしてくれましたか？何これ、すごい、ナインティーン、今抜かれてた子が、え、あ、こうじゃないの、こうか、あ、すごい、あ、すごい、これだ、あ、こっちだ、あ、合ってる、逆、こっちか、え、違うね、こうか、私違うね、わかんない、ナインティーン、ナインティーン、流行るんじゃん、これ流行るんじゃん、これいいね、はい、これ私やったやつじゃないの、違う、はい、ね、微妙に違う、まあいいよ私じゃなかったはい、というわけで皆さんもうバッチリ歌えると思うので期待してます。この曲は19、10代最後って本当に大人になるかならないか、大人でもないし子供でもないし、なんかこう中途半端な年齢だけどとても大事な年齢だと思うのね。で、なんかこうその夏っていうのは一瞬で、今のうちに何かしなきゃとか、好きな人がいたら好きな人に気持ち伝えなきゃとか、なんか夢に向かって今走り出さなきゃとか、そういうなんか魔法にかかったようなパワーが夏にはあると思います。でもそれってこう10代だけじゃなくて、自分たちが大人になってもおばあちゃんおじいちゃんになってもずっとその初期衝動みたいなのを忘れたくないなと思って作った曲です。生きてる限りこう人にね決めつけられて、もうおばさんだからとかおじさんだからとかそういうんじゃなくて、自分が好きなことしてさ楽しんでるうちは一生青春だと思ってます。青春はうちらで作るものだよ。この夏はこの曲で盛り上がりましょう。ナインティーサマーノート、ナインティーナインティー、oh
その世界も曖昧に感じていた自分の存在に隠しは
のガールズウィルビーベアーズツアーのツアーリーダーを担当しました、避難所です。ガールズパワーというアルバムを出して、ツアータイトルをガールズウィルビーベアーズ、女子は可愛い一面もかっこいい一面もあるぞということを表現したくて、私たちはずっと独も出身のガールズバンドで、なんか可愛いねって言われてきて、それがすごく嬉しくもあり、こうなんか微妙な気持ちになる時もすごくあって、今回はそういうなんかまあ可愛いっていう自分たちで言うのも変だし、そんなに言うほど可愛くないかもしれないんですけど、でもごめん、私は本当にそういうところがあって、人に勘違いをさせてしまったりとか、誤解を招いたりすることが多々あって、その性格があだとなり、まあ、いろんな失敗を経験してきたんですけども、今回のツアーでは本当にかっこいい一面を見せれたんじゃないかなと思いますが、どうですか？本当にたくさんのスタッフさんにお世話になり、たくさんのファンの方に、ファミリーの方にお会いできて、もう本当に一人一人に感謝したい気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます。こんな私のわがままに付き合ってくださったスタッフさん、本当にわがままばっかり言っていつも迷惑かけて本当にありがとうございました。ね、メンバーも本当に移動とかが多い中もすごいみんなで支え合って頑張ろうって言って、風邪をひいた時もありましたが気のせいだと言って、頑張ってこのツアーを駆け抜けることができました。本当に健康でこのツアーが無事終わって本当に安心してます。次は8月の三大都市ライブがありますし、この後のハイタッチ会もあります。再々に会える機会が昔よりは少なくなってしまったかもしれませんが、いつでもみんなの近くに再々はいるので忘れないでください。